ヤンアマ、ムリア、ペンギラン、セティアネガラ、ペンギラン、ハジモファメドユスフビン、ペンギラン、ハジアブドルラヒムは、ブルネーダルサラーム国の政治家、外交官、ブルネー国務大臣、ブルネー首相、ブルネー中日大使、ブルネー憲法起草に関わった人物の一人、作家ユリハリムとして活躍、ブルネー国家、アッダーペリハラカンスルタンの作詞者である、元中日大使、アダナン・ブンターは、 義理の息子にあたる。広島市への原子爆弾投下で被爆した、方特別留学生ペンギランユソフとしても知られている。1921年営業北来たボルネオ・ツトン地区、カンポンカンダンに生まれる。若年期は、ツトン地区の武器とベンデラ・マレー語学校で学ぶ。後、イギリス領マラヤペラ州にあった、スルタン・イドリス市藩学校へ進学し2年で、終了する。 公式的な資料によると、1939年、武器とベンデラマレー語学校に補助教員として勤務したのが、キャリアの最初としている。そこへ、太平洋戦争勃発後進行してきた、急日本軍がイギリスを排除したことにより、日本の統治が始まる。そこで日本語を学ぶため口にあってきたボルネオ現地、住民管理要請書に入学する。ここで、 南方特別留学生2期生に選抜され1944年来日、国際学友会日本語学校での語学研修を受ける。なお、2期生は研修中東京大空襲に遭遇している。その後1945年4月、旧西広島分理科大学へ入学し、教育学を専攻した。1945年8月6日、 学神地から約 1.5km に位置した大学校内で、アブドゥルラザクと二人で、戸田清教授から数学を受講中に被爆する。ちょうど戸田が二人のそばで話しかけていたところで被爆し、木造2階建ての建物が全壊したが机とピアノに守られたため、三人とも無事で自力で脱出した。その後大学の校庭に野宿しながら、他の日本人被爆者の救助に尽力している。 なお当時広島で被爆した、タ特別留学生は9人、ユソフは唯一のブルネー人被爆者であり、最後に亡くなった。同1945年9月帰国、イギリス保護国であったブルネーにおいて、クアラブライトマレー語学校教育学部で教鞭を取る。またはリサパムダ統血統に向けて動き、党幹事長として、ブルネーで頭角を表す。 1947年ペンネームユリハリームとしてアマドタジュディン国王参加を書きバリサパムダ等が国家にと国王へ進言したこれが1951年オマールアリサイフディン三世国王時代に国家の歌詞に採用されアッダーペリハラカンスルタンが誕生した1954年イギリスのサウスレボンテクニカルカレッジで行政学社会福祉学を学ぶ 1957年、ブルネー情報局の局員に就く。この時期、ブルネー憲法制定に向けて動いていた、再不倫賛成国王によって、同1957年立法協議会会員に任命され、後憲法起草委員会委員12人のうちの一人に選ばれ、委員会事務局長を務めた。ここで立案された憲法が、 イギリス政府了賞の上で採択されたのが1959年になる。1962年副国務長官及び放送情報局局長に任命される。この年に憲法下での初の州選挙が行われたのとマレーシア連邦参入反対暴動であるブルネードーランが起きている。1964年国務長官に任命される。この時期に ブルネイ産天然ガスの対日輸出が始まっている。1967年、総理大臣に任命される。任期中に、国王財布倫賛成大と挟ナルボル、キア即位が行われている。民生安定、国民生活改善に尽力した。1968年1月12日ヤムペンギラン、ジャヤネガラの称号を授与され、 同年5月16日ヤムペンギランセティアネガラの称号に昇進される。1973年退任。退任後は新聞社ブルネープレスやバイドリ銀行東取などの民間会社の要職、ブルネー商工会議所総裁に就く。1974年から王室顧問委員。1989年立法評議会議員に任命されると最後までその席に就いていた。 1995年から2001年まで、中マレーシア高等弁務官、2001年から2002年まで、中日大使に任命される。2016年4月11日、自宅で死去。94歳没。これ以外にも、スルタンハジオマールアリサイフディン教育賞、また、ブルネイ宗教訓行サービス賞を受賞している。ありがとうございます。